福原義春は、日本の実業家、資生堂名誉会長、資生堂創業者、福原有信の孫、有信の逸夫である審議の長男として、東京に生まれる。慶應義塾幼稚舎、慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校から1953年、慶應義塾大学経済学部卒業後、資生堂を入社。1978年取締役外国部長、 1987年、社長。1997年会長を経て、2001年より、名誉会長。東京都写真美術館館長。企業メセナ協議会名誉会長。日仏経済人クラブ。日本側議長。日イビジネスグループ。日本側議長。世界ランテン日本対象組織委員会会長など、公職多数。銀座通り、連合会前、会長。 日本広告主協会前会長なども務めた。近々では公益法人制度改革に関する有識者会議座長を務める。慶応義塾評議員。趣味は洋欄の栽培、写真など。主な受賞は朝日、重光明、フランス共和国レジオンドヌール君賞グラントフィシエ賞、名誉都民、文化功労者など。レジオンドヌール大君社会日本支部会長も務める。 財界屈指の文人派だとして知られ、文化経済学やメッセナについての著書を多く、執筆している。特に現代史への造形が深く、現代史花椿賞の創設に関わっている。駒井哲郎の絵画のコレクターでもあり、瀬戸谷美術館に寄贈した。角川財団学芸賞専攻委員。参考文献、福原義春著。 ありがとうございます。